お疲れ様ですさんあの私がね10代から20代の頃に、まあ、ヒットした映画の中に「バカ野郎」っていうのがあるんですよこれ「バカ野郎」の1234ぐらいまで見ていたんですけどもその後もどんどん続編が作られていたみたいなんですよねこの「バカ野郎」っていうのは主に映画で公開されてその後そのテレビのねあのゴールデン洋画劇場みたいな映画の枠で紹介されることもあったんですけども まあとにかくね、これ15分とか20分ぐらいだったと思うんですけども、ダイジェストで、一つの映画の中に4つぐらいの小さなお話が入っている、えー、結構ね、テンポのいい番組だったんですよね。ご覧になったことありますかねで、結構有名なタレントさんとか出ていて、山田邦子さんとか藤井文也さんとかね。で、これ最後にはね、みんなバカ野郎って終わるんですよ。それが <laughs>、あの、バブルの時代を背景にして結構世の中豊かになっていて、その中でも人々の 考えている疑問とかね時代に追いつけないギャップとかっていうのをバカ野郎って言葉だけで表していたのかなと思うんですよ例えばね山田邦子さんが出ていた番組で印象的だったのはタイトルとしてはね女だけが年取るなんてっていうのがあるわけですよこれはあの山田邦子さんがもうすぐ27歳っていう立場で就職活動するんですよね そうすると、会社の面接でことごとく年齢と落とされるんですよ。面接中に、あ、もうすぐあなた27ですよねっていうふうに言われるんだけども、山田邦子さんは当時20代の山田邦子さんですけどね。え、まだ26ですって言い返したりとかね。で、あの、せっかく就職しても結婚したら辞めちゃうんでしょっていうふうに、やっぱりね、面接で聞かれるんですよ。いや、それってのは当時の世相を表してますよね。やっぱ採用する側としては、それを心配しているし、結局その、 当時の女性の採用っていうのは主にねあの、会社の中の幹部候補生の社員のお嫁さんを見つけてあげるっていう効果も一つあったりとか、あとは会社のフロントにそういった女性社員に出ていただいて、取引先に対する好感度を上げようっていう、まあそういった男性にはできない役割としての目論見みがあったと思うんですよ。で、それをシンプルな言葉で言うと、女性べしっていうふうな言葉になるんですけども、でも当時はね、 女性が職場の花とかねこう言ってんっていう言葉があるように仕事そのものよりも言ってくれることによって雰囲気を良くするとかねそれからなんかこう看板娘みたいな感じで、うん、まあお客さんとか他社への当たりがいいみたいなところが会社をものすごく上手に回していたところもあると思うんですよね、うん、でもいつの頃からか女性が仕事で評価してもらいたいっていうふうに感じるようになってで そういった年齢とか容姿で選ぶのはタブーっていうふうにされたんですけどもじゃあ能力の高い女性が会社を固めてそれで女性の地位は上がったのかとか女性の待遇は良くなったのかっていうとなんか逆のような気がするんですよね皮肉にももちろんそうじゃないよって人もいると思うんですけども全体的には、まあ、いろんな要因があるんでこれだけとは言えないんですけどもあの晩婚化がすごくね進んでみたりとか結局う 社内恋愛ができなくなくったりとかねでそもそも社内恋愛自体がなんかセクハラみたいな感じになっちゃって男性も同僚に声かけにくくなっちゃったとかでものすごくギスギスしたっちゃうんじゃないかなと思うんですよ。まさに令和の時代に「バカ野郎」っていう風なね映画が続編が作られるとしたら本当にバカ野郎だなっていうところがあったと思うんですけどもどのように思われますかねこれナミさん女性の立場からすると。で私ははねね結局ね昭和型のの社会構造ってのは 成功だったんじゃないかなって気がするんですよ。特に今の時代にはものすごく合っていたんじゃないかなと。で、論より証拠ですけども、じゃあ、いろんな個々の権利を主張したり、それを認めたりとか、世の中をもっともっと良くするために、いろんなあ社会制度ができてきて、結局どうなったのって言ったら、なんかすごくね、所得は落ちるし、生きづらい世の中だし、 なんか誰も信用できないし離婚はどんどん起きるしみたいな感じでどうしようもない世の中になっちゃったのかなと <laughs> いう気もするんですようんだからね男性性社会の悪いいところが女性にもっっちゃたたみたいなねだったら昔の昭和の男性社会であの女性は多少ね不自由だったかもしれませんけども全体的にはものすごく豊かで幸せになっていたのかなって気もしないでもないんですけどもどうなんでしょうかねうんもちろんね その時代その時代で別の要因もあるんで、うん、これが全てですよっていうふうにイエス・ノーで決めれるもんではないと思うんですけどもなんかね私があのこの問題に限らずあの頃は良かったって思うがたんびにじゃあ昭和の時代を否定して平成から令和に入ってね、うんまあ、いろんな進化を繰り返しているはずなのに結果悪くなってるっていうふうなね <laughs> そんなことがあるのかなと思うわけですよ。 うん、で「バカ野郎」ってドラマーの話に戻りますけどももう一つはね藤井フミさんが出た話なんですけども藤井フミさんがあのなんかこうすごくね新しいものオタクですぐに新しいものに飛びついちゃうっていう風な設定なんですよである時あのニュータウンに引っ越してくるんですよねでその藤井フミさんが新しいところに引っ越してきたから秋葉原に行ってあのテレビとか、えー、あの AV システムを買おうかなみたいな感じで。 あの当時流行っていたコンポとかねそれからあシステムコンポにつけるためのテレビモニターとかを店員さんに勧められるまがま,まに買うわけですよでお買い得だ買ったーやったーとか言ってねボーナスはたいていいもの買ったな安く買ったなと思って家に設置したらおせっかいなお隣さんが来て「うわうわこれどうしたんですか買っちゃったんですか?」とか言ってあの喜ぶところがびっくりするんですよほんで「え買ったんですよ」って言ったら「えっ?」 こんんんな片落ちのややつを買っちゃっっゃたでですか何やってるんですかか何てる今日俺の知り合いの電気屋連れてきたんでおすすめのいいやつを紹介しようと思ったのに何やってるんですかっていうふうに逆にねあの新しいものを求めて秋葉原に行って最高の製品買ったと思ったら秋葉原の電気街のねセールス戦略に惑わされて結局型落ちのどうにもならないやつを買わされてったことに気づくわけですよ。でそこで立つ手がなくって えー、そのおせっかいなねあのお隣さんっていうのが言うんですよこんな秋葉原が安いなんて幻想ですよ、うん、確かに秋葉原が安いっていうのは CM の効果による消費者の錯覚なんですよね当時もそうだったんですよそんなことよりもあの,仕入れ合いの電気屋から買っった方がいいに決まってるんですよ一番いいものを仕入れ価格もきちんとね整えられた上で、えー、やっぱりこう電気屋さんもね 仕入れたそばから売れた方があの在庫維持費ってのかからないからで楽,楽なんですよねうんでも結局その近所の電気屋さんも誰が買うかわからないものを仕入れてでそれを店頭に並べて売れないから値引きとか型落ちってことになっちゃうでそれを秋葉原に叩き売るから秋葉原が安いっていうふうに、えー、幻想としてはなるんだけどもそんなんね最新式で、えー、ものすごく有利な条件で 家電製品なんて買った方がいいんで知り合いの電気屋から仕入れた方がいいじゃないかってことをその隣人から教わってね不十分屋さんはもうねもう何がなんだか分からなくなっちゃってバカ野郎って言って終わるんですけどねそういうのもすごく面白かったかなと思いますそんなこと思い出しましたねナミさんはどんなこと思い出しますそれじゃあ今日もいってらっしゃい